久々だな。お久しぶりです。なんか動画出たくない説です。須田さんに聞いてみて。どう？YouTube に出たくない説。ぼちぼちです。ぼちぼち出たくない。ぼちぼち出たくない。正直言って全然出たくないです。何やっとんだ。今日シールやってます。シールだろ、お前。さっき言ってお前もう一人だからな。お前会社に助けてもらっとんちゃうんだよ。そう、間違いです。たまたま今ね、こうすぐ一緒ちょっと来て、グランドメゾン鈴間さんってこれうちの所有物件だな。で、まあ、たまたまこれ向かいで塗装が入ったんですけど、で動画撮ろうかなと思ったら、まあ、まだ CD しかやってないって言って、はい、でいきなりこいつがおったもんな。まあ、知ってるか、初めてなんですか。初めまして。動画見た。ショートですか。いや、見てないです。ポイントはショートです。 YouTube 見てない。はい、マイクつ今年21です。一緒の年です。 何年生まれ。平成13年です。一緒っす。あ、同級生。あ、学年が一個違うのかな。3月生まれだから、うん、あれだけど、今2001年生まれだから、うん、全然見えない。一緒の年です。相当の時見えます。マスクさんちゃん、お前でも鼻水、鼻水ガラガラ、鼻水鼻と口の顔が噛めないよ。マスク美人の象徴だ。うるせえよ。根元近い。うるせえ、うるせえ。一回本社でお会いしたことあるんですけど。あ、あったの誰か。なんか取りに来られて、挨拶だけこんにちはってなんかして。僕は覚えてる。まあまあ、動画で何回か見たことあると思うんですけど、まあ、起きてこれ21歳で若干21歳。まあ、うちの流れが簡単に言うと、5人、6人ぐらい職人がおったかな。はい。でもわーわーわー言うもんで、そんなのも言わなかったの、コメント欄に言うほど。たまに来て爆弾落とすって言うんですよ。だって余計いかんないよな。今は人が育たんとか。で、まあ、結局やっぱ自社の1日いくら日経月給だと、まあ、みんなが俺からしたらまあ緩いと、彼らからしたら緩くないと、そういうのがぶつかり合いが起きて、もう何回言っても変わらんで、もうやるのは人だけど、現場責任施工の体制でやりなさいって言ったら、そんなだったら全員やめますって、全員やるのな。でお前らがどうだかな、はい、でまあまあそこそこ稼げますみたいなのがなったかな、はい。まあ、しかもお前らが普通の親方たちをちょっと下げてたからな。あ、そうですね。そうだよな。その代わり、まあ、ゆっくり時間かけてね、サポートの方をしてあげるよみたいなので、知ってないんだよね。で、そんで、もう何年だ ?1 年ちょっとぐらいですね。成長したな、ね、あ、しました。でさ、どういうふうに成長したの。だいぶ考えるようになったんですね。現場のやり方っていう工程とか。あ、前だったらもう行って、はい、5時にならんかなじゃないけど、まあ、一生懸命やっていいやみたいな。そうですね、なんか、型にとらわれすぎてたんで。あー、なるほどな。コツ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 、はい、やってるだけで、どうやってやったら早く終わるかなって考えてないみたいな。そうですね、なんか考える幅が広くなりました。周りの違う職人さんたちのやり方とか見て、うん、どうやって見るの。応援に行かせてもらったりとか。あ、行ってるの。あ、はい、空いてる。空いてる時は。いや、もう顔つきが全然違うわ。あ、マジですよ。もう大人だったな、やっぱ、はい、やはり同じこの視聴者の中でも21とかね、若い子も結構見てると思うので、こうやって聞くっていいことだよな。はい、本当は最初は不安だったろ。いや、めちゃくちゃ不安でした、うん、でもなんとかやり抜いたわけだ。はい、それはやっぱ自信になるの。あ、自信になります。生徒かと喋っとっても発言が変わってくるよ。はい、やっぱ違う。あ、違います。いや、俺に合わせちゃった。いや、周りにいないんですよ、うん、自分と同じ立場の友達って。うん、なんか話す内容とかはちょっと違ってきます。あ、それただお前らは前じゃんとか、はい、そういう感じ。いや、そんなガツガツは言わないですけど。俺の言いたいことが言っとる、はい、例えば俺が言ったわけじゃん。まあさ、甘いだろ、ただのさ、はい、社長はあれでさ、たまに現場来たらぐち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 言ってくるから、みんなそうじゃない、はい、明日休みてえなみたいな。あ、はい、そうです。なんか俺、誘導尋問みたいな。よくなってますね。よく誘導尋問になってます。よく誘導尋問になってます。でもそうだろ、はい、でも楽しいだろ。あ、楽しいです。なんかやらされとる感ないし、はい、なんか、あ、もう行きたくねえな、行きたくねえけど毎日、はい、朝はな、朝起きると毎日、今日仕事したくねえなってなる。社会の窓が開いてる。恥ずかしい。でもまあまあそこそこ1年半1年ちょっとです。でまあこうやって暇なもんで、ちょっとシール使ってくださいみたいな、はい、普通だったらあの頃だったら嫌がったらな、お前らな。確か言ってるよ、置いてばいって入ってるでしょ。あの営業とかでもちょっとまあこれは違うんじゃないですかとか言えるの。レベルで言ったらお前がどこにおるんか、じゃあその一人親方として。やっぱり言うべきことなんか言わなかった。
別に営業に別に言いなりになれってことじゃないので、はい、お互いに言い合っていいものを作っていきゃいけないんですけど、営業もそうだよね。やっぱできる営業、できる管理って物申せるじゃん。職人さんそれは違いますよね。だったらちゃんとここはやってくださいよ、はい、お客さんがそれじゃ困りますよって言えるじゃん、はい、言ってくれよ、言ってこいって言うよ、管理が行きます。そうじゃない、はい、すげえなこと言えんと思って喋るんだろ。いえいえ、一番ええ、どうぞどうぞ、いえ、じゃあ、なんもないですよ。はぁ、じゃあ言ってくる人と言ってこない人、やりやすい人やりにくい人どうだろう。まあ、僕は基本でも誰とでもやりやすい。お前なんかお前社会学んだなお前変に悪口は言わんほうがいいな。敵を作らんほうがいい。敵を作らんほうがいい。大人になりました。敵を作らんほうがいいって。じゃあ、おのない敵を作るようなスタイルだと思う。俺はどっちかというと敵を見つけては攻撃しに行くタイプだ。どう？どう？どう？関係できない。僕はあんま好きじゃないです。あ？何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 ？俺のタイプは好きじゃない。はい。なんで？いや、なんかやっぱタイプじゃないです。何？何？自分の？はい。尊敬できるからどうかっていうのは別かじゃん。いや、尊敬はしてるんですけど、うん、その自分は。尊敬してるんですけどってのは任意言った今。尊敬してます。あ、尊敬してます。何で笑ったのに大体人間嘘ついとんじゃん。俺の好きじゃないっていうのはどういうところ。例えば好きじゃないっていうか、そう、いや自分はこういうタイプではないなって思う。あ、俺はどっちかというと自分でやっぱ動くタイプだけど、お前はどういうタイプですか。僕は多分周り見てる、密かに。俺がなんか周り見てないそして密かになんか裏で頑張ってないようなお前表に出とるとこだけで偉そうにしとって、お前俺が陰で頑張ってリード乗っとんかいからお前違う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 お前知らんな俺陰でお前なんだけど来るかか。いや違う、まだまだだお前21年小僧が最近もそれ俺ちょっと怒ったけど、現場だったらさ、じゃあ5人で入った、材料が来てなかった、はい、じゃあ養生やろうかとか、じゃあどこどこ先やろうかってやるじゃん、はい、5人おったら持って遊んどったらもったいないから、はい、で昔のお前らもそうだったけど、とりあえず昼まで車の中で携帯しろかじゃないけど、大げさ言ったらな、はい、そこまではひどくないけど、でそれって俺営業も同じだと思うの。この時期暇で月150本200本さばける人員がおるのに、なのに何もやらないとおかしくね、うん、だったら俺ら現場だったらそれのためにリーダーが現場におるでしょ。で今日じゃあ商談少ないから、でこのじゃあ代わりにこっちもやろうかとか、はい、現場ってあるよそんな、はい、まあまあいいこと言ってないのかよ。あいつエンジンをお前叩いたのか。ほらカメラ越しに叩くぞ。いいこと言ってんだろ。そんな顔してるじゃん。いや、そんなに俺の。いや、違うか。おい。違う。ほら。違う。いや、もうその通りなんで。どう思う？俺のビジネススタイルに対して、なんかちょっとあんまりよく思ってない節があるよな。悪くは思ってないだろうけど。うん、よくは思ってない。まあ、自分タイプじゃないなっていうのは、はい、あるんじゃないですかね。あります。まだね。あ、そうそう、概要欄にちょっと貼ってますんで、オンラインセミナーをちょっとやってみようと思って、うん、ちょっと内容はまだ考えてないんですけど、オンラインセミナーとオンラインでもうマンボ終わると思うんで、ちょっとイベントやろうと思ってますんで、ちょっと概要欄に貼ってあると思いますので、イベントやりますんで、ぜひ参加の方でよろしくお願いします。またね。Yeah.